ありがとうございます。ジョグトリップの主催者、アミリンことアミモトです。今日のテーマはね、えー、あえて、情報量を少なくして、じっくり考えるというテーマでね、お話したいと思っております。えー、何のことかと申しますとね、えー、世の中、はあ、情報が溢れてます。ね、えー、テレビょテレビを見るとね、たくさんの情報が流れてます。ラジオでもたくさん情報が流れています。 YouTube でもたくさんの情報が流れています。ね。えー、その情報洪水、ほんと今情報洪水という中でね、えー、どういうふうにね、対処していけばいいかと。ね。どういうふうにしたら自分を見失い、見失わないでね、生きていくことができるかということで、あえてね、情報量を少なくするんです。絞るんです。ね。あの、うん。 え、ね、それこそ、テレビもそうです、インターネットもそうです。ね、えー、ほ玉石混交 <laughs> もう、いい情報からね、もう、ろくでもない情報もなん、なんだ、もう、全く何の役にも立たない情報とたくさんありますが、その中でね、えー、いい情報、いい情報。ね、いい情報でしょもう、ろくでもないのとかも、もう、もうつまらん情報はもう、まあ、省いたとしてね。 いい情報源、いい情報源と言ってもいいですよね。この人の,この,人の話だったら信用できるなという情報源、情報、ね、を少なくしてその、えー、少なくすることによってね、見る情報、聞く情報、読む情報が少なくすることによって時間ができます、ね、暇ができますということでその暇な時間にね、考える時間ができるんですよ。 はい、これはねもうする,ことすることがなかったらね、えー、考えるしかないということになりますので <laughs> あえて情報量を絞るということですね私の場合具体的に言うとですね、えー、今,今では今あ本を読んでいるのは原田蘇学先生の、ね、本と、えー、岡本太郎さんの本ですねあとはあの、えー「逆説の日本史」というこの3冊を、えー、じっくり読んでおりますね。でえーと えー、テレビは見ませんね。YouTube は見ます。YouTube も見ます。えでもね、うんまあえー、まあ、多くて、えー、3チャンネルから5チャンネルぐらいですね。えーそれうん、で、ラジオはあ,ある、まあ、えーと、日本放送のおお、ね、朝の番組とかあ、文化放送の朝の番組をちょっと聞いています。ということでね。 えー、実はね、情報量をね少なくしてもね、えー、得られる情報の質はねそんなに変わりません。そんなに変わりません。実際やってみたらね、一日中ね、テレビをつけている人よりもね、情報量を持ってたりします。なぜかというとですね、情報量がねありすぎるとね、情報量がありすぎると逆にね、 考えられなくなるんですよ。情報量が多すぎると考えられなくなる。これはもう間違いありません。ね。目の前をね、情報がね、流れていくだけなんですよ。考える時間もありません。考える余裕もありません。で、ね、あのー、情報量が、えっ、ー、とね、うん。考えないということは、考えないということは、自分の身につかないということで,ですから、全く何もならないんですよ。<laughs> 全く何にもなりません。ね。 なんかそういうそういうい話もなんか聞いた聞いたなあみたいな感じで流れていくだけですで、えーね。ここにですね、ハードディスクあるあるって書いてあるんですけど、これ何,何,何のことかって言うとね、えー、今はそうでもないんですけどね、今はちょっとかなり成熟してますから、えー、パソコンを買った時にねうん、えー、ハードディスクの容量がどんどん大きくなっていった時期がありました。ね えー、昔はね、メガ、64メガのハードディスクとか、ね、の時代とかあったんですよ。64メガですよ。ギガじゃありませんよ。64メガのハードディスク、640メガのハードディスクっていうのがあったんです。でそんな時にね、例えば、うん、大容量の、ね、ハードディスクって言った時にね、640メガの、640メガのハードディスクが、 大容量って言った時あるんですよ。ね、だ六640にしたらね、わあなんかうう、一生これ、一生この640メガで食べていけるぞと思うんですよ。ね、わぁ、こんなに空き,き容量が出てきたぞと。でもね、そのうちね、どん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 データが溜まってくるんですよ。ね、いつの間にか640メガがいっぱいになります。でこれをね、えー、1ギガ、1ギガ、1ギガにしたらね、 また容量が空くんですけどもまたその空き容量もねまた新しい情報がねどん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 入っていって、ね、すぐいっぱいになりますねえー、ねそこでこれが、うん、1ギガになっても一緒ですよね 1, 1ギガじゃなかったあの500ギガとかね500ギガになってもね、えー、なかすぐハードディスクいっぱいになるんですよねさすがに今ねえー、テラ1テラとかになってくると、うん、若干余裕が出てくるかなというぐらいの私はですね でも、もうすぐこれがね、えー、10テラ、10テラになっても、まだ情報量がね、多すぎて、まだすぐ今は、今、まあ、その段階でハードディスクって言わんでしょうけれども SS、SSD がいっぱいになりましたっていう時代になってくるはずです。これがね、なぜかということはね、うんと、そのハードディスクにね、収納するものがね、昔はね、文字データだけだったんですよ、文字。 文字、テキストデータだけあったんです。だからね、昔あの、フロッピーディスク、フロッピーディスクって知らない人いませんフロッピーディスク。小さい黒,黒いね、黒いこんな感じのやつです。昔ありました。フロッピーディスク。これが。そんなことおっしゃらないでください。すみません。がなんか言ってますけどね <laughs>、えー。フロッピーディスク。これは、えー、何キロキロバイト体だったですよね。キロバイト。で、その後ね、えー、画像が入ってきます。これがね、えー、っと、やっぱりインターネットが、 始まった頃、まあ、1998年とか2000年、ね、インターネットが出回り始めた頃に、ね、画像が、ね、出回り始めました、ね、アイドルアイコラ画像とかね集めてませんでしたアイコラ画像とかね <laughs> あのアイドルの、ね、写真とかね、えー、画像が中心になってきましたこういうの画像になるとね文字データに比べてねものすごい大量の、えー、データになるんですよね で、画像が入ってきたらね、すぐハードディスクいっぱいになりました。ね。でね、ハードディスクの容量を上げたらね、今度はね、音声が出てきたんですよ。音声。ね。MP3 とかでね、圧縮かけるっていうこともありましたけど、それにしても画像よりも音声のファイルの方がでかいです。ね。でかいんです。うん。これが圧縮かけなかったらもっとでかいですよ。もうあっという間にね、あの、ハードディスクいっぱいになりましたっていう世代ですけどもね。この音声。ね。その次に、 映像が来ます。映像。今ですよね。今。映像の時代。ね。えー、ね。iPhone とかスマホでも映像を気軽に撮れます。ね。うん、気軽に撮ったらまたねは、あの、パソコンの中に入れ込みます。ね。この映像。映像ね、爆発的にね、情報量が太いんですよ。ね。で、次に来るのは、ね、多分ね、立像。3D ですね。3D。 の時代に来ると思います。これはね、3D は映像、映像は3次元のえ、3次元のものを2次,2次元の映像にしただけですから。これがね、立像になると3次元の情報を3次元の情報のまま、ね、のデータにするっていうことですから、もう、これはもう、寺のもう一つ上のデータレベルまでいかないと、な、な、ペタ、ペタやったっけな。ペタ、ペタ、ペタなんとかっていうね、えー、そぐらいにならないとちょっといかないと思います。ね。 えー、ところがね、この画像、映像、立像っていうね、この像というね、この、えー、意味はね、似たものっていうのなんですよ。<laughs> 似て作ら、似て作,作ったものっていうことでまあ像ですよね。あの、えー、っと、ね、えー、っと、お人形の,の像ですよね。で、本物に似て作ったものなんですよ。本物に似て作ったものだけども、これはね、似たものっていうことは、似てひなるものっていうことなんですよ。 似ているけれど、れども、本物じゃないよっていうね。で、で、情報がね、えー、画像、映像、立像なんです。だからね、えー、データ量はむちゃくちゃ多いんだけどもね、本物じゃないんです。ね、やっぱり、えー、どう言ってもこの肉体、ね、アミリンのこの肉体、ね、この肉体、この口、この歯、この目、この表情、この髪の毛、この本物、本物に似せて、 立像を作るんだけどもね、偽物なんですということなんですね。え、だからね、その、えー、例えば文字データーとかね、え、音声とかね、映像、立像の中でね、でも、この、お,おこの中、まあ何を使ってもいいんですけどもね、こ,こ、この文字から、映像から、音声から、映像から、映像から、本物を、 本物をつかみ取るためには本物のこうその人その文字を書いたねええ作家ね文字を書いた作家ね絵を書いたね画家ねえ喋ってる人の音声ねのこの本心その人の本体に迫るためにはねえじっくり聞き込むしかないんです。回読む 100回見る。100回聞く。ということによってね、えー、そうすることによって、似たものなんだけども、できるだけ本物に近く、た、え、ど、ー、り着くことができるんです。本物に近いところまでね、えー、実感することができるんですよ。そのためには、その他の情報量を少なくして、ね、 その大切なものについて、その大切なものについて、じっくり考える時間、じっくり読み込む、読み込む時間が必要だということです。ということです。<laughs> 分,か分かっていただけましたでしょうかねで。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、ハバーグッデイバイバイ